やったな、お返ししちゃうんだから。子供の時みたいだね。小鳥ちゃん待ってたよ。あやもちゃんこんにちは。はい、これお土産だよ。はあ、ありがとう。うんうん、なんだか甘い匂いがする。シフォンケーキを焼いてきたんだ。嬉しい。紅茶を入れてくるからちょっと待っててね。お待たせ。ありがとう、あやまちゃん。紅茶、とってもいい香りだね。小鳥ちゃんに教えてもらった方法で入れたんだ。もうすっかり一人前のメイドさんだね。もうからかわないでよ。それより、小鳥ちゃんのケーキ早く食べようよ。すっごく美味しそう。ちー、どうしたの？私の顔に何かついてる？あゆむちゃんに、美味しくなる魔法をかけてほしいな。お願い。おいしくなーれ、萌え萌えキュンキュン。魔法をかけてくれてありがとう。じゃあ食べよっか。うん、いただきます。欲しいね。うん、この調子だとやみそうにないかも。ここは降ってても向こうは降ってないかも。アプリで雨雲の動きを見てみようか。うん、そういうのが分かるアプリがあるんだよ。これから夕立も多くなる季節だし、夕立が来ないうちにランニングしちゃおうとか決めるのに便利なんだって。クラスの子に教えてもらったんだ。どうぞ。そうだね。でも行く予定だったのは博物館だし、中に入れば雨に濡れないから行っちゃう？
なたって意外と食いしん坊だよね。自覚ないの？でもそういうところもあなたらしいね。あ、そうだ。ねえ、私から提案。私が今から美味しいサンドイッチを作るから、お部屋でピクニックしよう。任せて。雨の日も悪くないよね。それは私のセリフだよ。私は雨でも晴れでもあなたと一緒ならいつも幸せだもん。雨の日は二人きりになれるんだから、独り占めさせてね。あなたってよく傘を忘れちゃうよね。でも安心して、私はいつも折りたたみ傘を持ち歩いてるんだ。そう、あなたが選んでくれた傘、お気に入りだからいつもカバンに入れてるの。雨が降ったらその傘に一緒に入ろう。ちょっと狭くても大丈夫、くっつけばいいんだもん。だからね、ずっと傘は忘れちゃうあなたでいて。あなたの声援って本当にすごいんだよ。
胸が温かくなって疲れが全部吹き飛んじゃうの。あなたが私のことちゃんと見ていてくれるように、私もあなたのことずっと見てるんだから。ねえ、もう一回練習に付き合ってもらえない？ありがとう。じゃあ今はあなた一人のために歌うから聞いてほしいな。の衣装どうかな？え、似合う？ありがとう。あなたが練習にいっぱい付き合ってくれたから本番もきっとうまくいくと思う。今日はお客さんも多いし、他のステージも並行してやってるから、みんなに届くようにいつもより大きな声で歌うよ。みんなの熱気に負けないようにステージ全体を使ったパフォーマンスをするね。だからあなたも私のパフォーマンスについてきて。これで今日やる予定だったトレーニングは完了だね。嬉しいな。今日は特に寒いから動いて温まらなきゃって思ったのもあるかも。あなたはずっと待っててくれたから寒かったよね。そっか、それならよかった。クシュン。そうかも。今日頑張った分汗もかいたから。あなたの手も冷たくなっちゃう。それじゃああなたにお願いがあるんだけど。あなたに温めてほしくて、その私のことギュッてしてくれない？あなたが私のことハグしてくれたら、私もあなたも一緒にポカポカになるかなって。ダ
かな。素敵な夜だね。キャンドルの明かりもゆらゆら揺れていて幻想的。それに教会であなたと二人っきりだなんて、少し緊張しちゃう。え？なんでって？もうあなたって本当鈍感なんだから。それより今夜はあなたのためだけに歌うんだから、ちゃんと聞いていてね。いつの日かこの場所を私と二人で歩くとき、この歌を思い出してほしいんだ。